井上聡仁人は、東京都出身のバスケットボール選手である。ポジションは F、C、竹内世代の一人。JBL 時代には4チームを渡り歩いた、ジャーニーマンとして知られる。2000年4月、八王子高校に進学。2年生児の2001年インターハイに出場し、2回戦、進出。同年のウィンターカップではベスト8。 三年政治の2002年インターハイにも出場し、初戦敗退。2003年4月東海大学に進学。竹内ジョージらと共に関東リーグ戦優勝ベスト後、インカレ優勝ベスト後、2007年の第82回オールジャパンでベスト4に貢献する。この大会日本人得点ランキング1位。ウィリアム・ジョーンズカップ日本代表。2007年。 OSG フェニックス東三河に加入。同年のユニバーシアードにも出場。2008年、トヨタ自動車アルバルクに移籍。2009年、レラカムイ北海道に移籍。東アジア競技大会日本代表に選出されるも、怪我で辞退。2010年、日立サンロッカーズに移籍。2シーズンを過ごす。2012年に、日立を退団。 同年の BJ リーグドラフト会議で3球団より1巡目指名され東京サンレイブスが交渉権を獲得。東京では3シーズンを過ごした。2015年オフ、埼玉ブロンコスに移籍。2016年2月、金銭トレードで東京に復帰。ありがとうございます。